たせいたしました。瀬戸発線各駅に停まります。瀬戸浦市の観音寺駅です。まもなく発車いたします。発車後しばらくの間、電車が左右に揺れますのでご注意ください。7番乗り場から普通観音寺行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。発車いたします。ドアにご注意ください。
まもなく水泳に入れる。お出口は左側です。到着と発車の際、電車が左右に揺れますのでご注意ください。発車いたします。ドアにご注意ください。まもなくジャノーです。お出口は左側です。
車いたします。ドアにご注意ください。発車いたします。ドアにご注意ください。
ドアにご注意ください。次は葛原です。発車いたします。ドアにご注意ください。茶屋町です。お出口は右側4番乗り場に続きます。宇野港線ご利用のお客様はお乗り換えです。宇野港線の通の位置は向かい側3番乗り場から11時14分の発車です。まもなく茶屋町です。茶屋町です。お出口は右側4番乗り場です。この皆の車の一部用のお客様は、今日から1本分の会話は3番乗り場からお出口です。
待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。瀬戸発車、浦安車の観音寺行きです。次は浦安です。発車いたします。ドアにご注意ください。
発車いたします。ドアにご注意ください。環状地方です。発車いたします。ドアにご注意ください。小島です。お出口は左側、3番乗り場に行きます。
この列車は瀬戸発線普通列車の観音寺行きです。高湯方面には丸島線までご注意ください。各駅停車、観音寺行きです。まもなく発車いたします。閉まるドアにご注意ください。また、お時間の時間などで、もうお待ちになることから、また、ご用意
この時点で、横浜線の関門寺方面、また横浜線の高津の方面に向かっている方は、この線ですが、多少落ち着いておりました感じ、お戻りください。お願いします。次は、避難所となります。
乗車ありがとうございました。まもなく北口に着きます。お出口は左側です。ご利用お客様はご愛顧にございます。ご確認してお降りください。また、車内お忘れ物がありませんようご注意ください。まもなく北口に着きます。